スノーマン・メグロレン、頑張ってきてよかった。橋田賞新人賞受賞、サイレントなど講演を評価。スノーマン・メグロレンが10日、都内で行われた、第31回橋田賞受賞式に出席し、橋田賞新人賞を受賞した。昨年10月期のフジテレビ系連続ドラマ、サイレントで聴覚障害者という高い表現力が求められる役を演じ切ったこと、NHK 連続テレビ小説、 舞い上がれでの講演が評価された。舞い上がれでは本当にたくさんの初めての経験をさせていただきました。サイレントは皆さんの心を動かすことができた作品だったと思います。僕自身も心を動かされた一人でしたと振り返った。また、サイレントについては、セリフを覚えるだけじゃなくて、自分の手話、相手の手話を覚えたり、いっぱいいっぱいだったけど、そうやって作り上げた作品で感動したよとか、 影響を受けましたと言っていただいたり、今日のように賞をいただけて頑張ってきてよかったなと思いますと思いが強く、今日もまた一つ人生の経験を増やすことができて本当に嬉しいですとしみじみと語った。